あとはその人との衝突に直接対処し、うん、否定的な気持ちが積み重なっていかないようにしてみる、うん、短期的には衝突を避けた方がいいのかもしれないが、うん、職場の調和は悪化し長期的には居心地が悪くなるだけだろう。要は、まあ、これ僕よくわかるのが、うん、その場だけ収めようとすると、はいはいはい、問題が解決せずに、うん、なんかそのじとじと怪我が長引くみたいな。わ、うんうん、かります。それはまあそれもすごくわかります。はい、結局こうもう我慢してこの輪を収めちゃうみたいなところじゃないですか。自分の持ったままです、ね、そうそう、はい、でそれずっとこうもうずっとイライラしてたりするんですよ解決してないから、はい、言った。あでもまあ、うん、僕もね言えないのはわかるんですよ、うんうんうん、僕もあの人にドーンって言える方じゃないので、うんうん、まあその代わり分かったもういいって、うんうん、態度でちょっと示しちゃう、うん、でもそれって結局自分が我慢してるって話だったりしますよね。でも一応怒りの表明ではあったりしますけど、あもういい、それは僕もそうですけどね。君にはもう触れないから、うん、っていうのはやります、うん、僕もやります、はい、これいいのかどうかは分かんないです、はいはい、建設的なフィードバックを受け入れ、うん、与えることを学んでみる、うん、フィードバックを個人的なこととして受け取らないで発達のための手段として捉える、うん、でもこの方々はあそっか嫌なものも全部引き受けて、うん、要はフィードバックをこの人たちは受け入れる人じゃないですか。そんな今言われなくても分かってるよと思ったんですね。あ、まあ、でもこの我慢する人言えない人たちじゃないですか。なのでその建設的なフィードバックを受け入れ、うん、与えることを学んでみる、うん、あなるほど自分も与えてみようってことなんですかね、うんうんうん、でそのもらったフィードバックは個人的なこととして受け取らない、うんうん、これは僕が発達するための手段だ、うんうんうん、ぐらい、うん、ちょっとこれ SP っぽいですねこれ、うん、はいはいってそうねそうねって、まあ要はあれですよね、否定されてるって感じるってことですよ多分。私を否定されてる、うん、これ僕も分かるんですけどね、うん、そうで、まあ、そうじゃなくて、まあ、これは物事を良くするために、はい、私じゃなくても全体的なことですよみたいな。俺 INFP か俺これめっちゃ分かるぞ俺。だから ENFP かもしれないですよ俺。これめっちゃ分かるぞ俺基本なんか自分が言うのってなんか俺なんかが言ってもさっていう、はいはいはい、あこれ内向感情の気持ちなんですかね。そうかもしれない。だからまあそこもあるかもしれないですよね。俺なんか言ってもどうせさって言うのはすごいあるんですよ。でみんなが僕にタンを吐いてくんですよ。タンツボですよ。でそれをタンじゃないって話かもしれないじゃないですか。ただ単にこここうするといいよっていうだけの話をしてるのを、そっか、これを建設的に受け取るってことですね。そうそう、まあ単もあるかもしれないけどっていう、はいはいはい、はい、あるけど、まあ、単すらってことですね。そうだけどそれはこう建設的に、あもしかするとこうするといいんじゃないかっていう全てをアドバイスをして受け止めれば、受け止めることができれば楽なのかもしれない。元気玉ですね、うん、地球のみんなが、地球のみんながオラに元気を、元気をくれてるのを批判だと受け取ると、はい、苦しくなるみたいな。わ、はい、かるわ、うん、なんだろう、もう今泣きそうですもん、はい、うん、たくさんの人々と短い期間でやり取りするときには、うん、力を消耗し圧倒されないようにする。自分の一人の時間をとってじっくり考え、エネルギーを補給できるようにする。接している相手がひどく困っていたり協力的でなかったりするときにはこのことが特に重要になる、うんうん、とあって、なるほど、うん、ちょっとなんか INFP 身近に感じました、はい、今、うんうんうん、あこれは多分感情が優位なところなんですかね、うんうん、そうかもしれないですね、はい、うん、N 型が現実の感覚が弱い人たちなので、うん、君たちがやりたいことをやれと言ってもやりたいことってなんだっけってなりそうな気がすると。それは分かりますけどね、やりたいことがなんだっけっていう気持ち、うん、まあ、なんかこれで本当にいいのかな、これで本当にいいのかなは分かりますよ、うん、そのなんか明確な人ってこれを達成するんだみたいな明確じゃないですか、はい、これをこうやってこうするんだみたいな明確なんだけど、はい、そこまでしっかりは持ってない。
そうですね、そう僕も今読みかけの本がありすぎてうん、うん、でもなんかまた今ポコポコ今本を買ってて、はいはい、何からやればいいんだろうって、うん、そうで本当にこれが自分のやりたいことなんだっけみたいなことは分かります。そうで僕手相もやろうと思って時々さんに手を送ってもらったんですけど、はいはい、あ手相の勉強手相の勉強、うん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 、見ながら本見ながら、うん、でこっちの本も読んでって結局編集してって、うんうんうん、何もやってないでこれでいいんだっけこれでいいんだっけって、うんうんうん、で落ち込んだりするんですよ。はいはいはい、なんかどんどんどんあのテトリスの今上の方です。今もう空間がちょこっとしかないちょこっとずつこう隙間が空いて積み重なってるみたいな、はい、重なってこっちは消しとけばよかったなみたいなグレーになる感じですボーってゲームオーバーな感じです、うん、もうすぐちょっと狙わずにここ一段消しとけばよかったなみたいな、はい、助けてくださいって感じです今、うん、はい、48にもなってね、うん、こんなことの繰り返し本当に。でもまあ分かりますけどね、あとこのテトリスの詰まっていく感じ、そうなんか僕もそんなにすっごい明確な目標とかじゃなくて、はい、もっとゆるっとした目標だったりするんで、はい、なんかこう本当にこのやり方でいいのかなとかこうでいいのかなみたいな、でもそもそもこの 夢目標ってこれでいいのかなからでもなんかたまにね無敵感があるんですよ、うんうんうん、俺って最高の時もあるんですけどわかります。なんかね今日はね、うん、天気なんですかね、うんうんうん、S 型の人は目的の実行方法に違いがありますと、うん、目的そのものは近視眼的ですが明確にある、明確になってる、うんうんうん、N か二等兵、あー僕もなんだ S と N、 N、 S と N ってなんだ、うん、僕 N かって思ったりはしますもん。そうで面白いですね、うんうん、この辺を考えるのは面白いです、うんうん、はい、今まで感情を飲み込んで殺して自分で何でもしなきゃって人だったので、うん、人を頼るのが苦手、うんうん、まあね、まあ、でも僕も分かります。助けてくださいとは言えないから、はい、助けてあげて助けようかって言われるのを待ってるみたいな。あでもねそれは僕仕事の時は大体そうですうん、うん、はい、だから普段からこう助けてあげることで、はい、なんか困ってたら言いやすくなる、そう言いやすいですよねそっちの方が、うんうん、それは言える分かる、うん、少しずつ体感を習得できるようになるといいかもしれません、うん、これはね、うん、本当に、まあそうですね、最近読んでる本でも、うん、体を使うことで、うん、その欲求とか、うん、何が気持ちいいかっていうのが分かるようになるよっていうのがあるので、うん、体を動かすのがいいっていうのが分かってるんですけど、うん、こういう時に限って僕は今日車使ったりするんですよもう自転車で行くのがめんどくさいって、うん、もう踏むだけで、うん、ここに来れるのはそれでいいや、うんうんうん、そういう時こそ体を動かすなんですかね、まあ、散歩ぐらいから入ったらちょっとそうです、ね、くるっと、はい、行ったら行ったで場の雰囲気がおかしくなったら怖いっていうのがあると。それは、まあね、僕もありますね、はい、本当はそんなことなんて誰も気にしてないっていうのが分かると、うんうん、まあね、うん、誰も自分のことなんて見てないですから、そうそうそう、はい、言えないと気づいたのでアタコタコさんは練習したよと、うんうん、あ、魚さんごきげんよう。ごきげんよう。INTJ 魚さん自分も我慢して言えずむしろ美徳だと思ってた要はこの自分が我慢することで、うん、未来の自分、うん、自分と同じ問題にぶつかる他人を苦しめることになると思うと言おうという勇気が芽生えました。そうですね、うんうん、1回その時1回の勇気ですもんね。その場しのぎですもんね。あ、結局言わないのってその場しのぎですからねそうそうそうなんですよね、うんうん、まあ、言っちゃう人は言わないっていうのはあるのかもしれないですけどね、はい、ここはやっぱり勇気ですね、うんうんうん、どちらの人もどちらの人も言う勇気と言わない勇気と、はい、苦手な方をやるっていうことなんですかね。そうかもしれない、うん、何かあった時は、うんうん、得意な僕を出さない、うんうん、っていうことですね。まあちょっと考える。あ、そうですよ。だいたい困った時っていうのは苦手なものを使わないといけない時なんですよ。ああ、まあそうかもしれない、うん、そうだよ。僕だいたい困る時って考えなさいの時ですもん、うん、で、そう考えずにボンと出すわけじゃないですか、はい、得意なもので、はい、こうやって思いましたからって、うん、じゃなくて、うん、考えなさいの時に僕は一回立ち止まるのが苦手なんですよ、うんうん、多分みんなそうなんじゃないですか。みんなそういう衝動じゃないですか。得意なものでね。得意なもの、はい、なんかボンと来た時に、はい、得意なものでボンって行くけど、はい、結局トラブルを起こすみたいなところだったりするわけですよ、はい、そうですね、うんうん、でその時は大体困っ
得意じゃないものを使えっていう合図なんでしょうね、うんうん、それはそうかもしれないですね、はい、魚さん器用貧乏だったので人に頼らずやってきたが本当に一流の仕事をしている人たちを見たときにおごっていた自分に気づいて素直に他人に頼った方が他人相手のためなんだと思いました、うんうん、頼るのも労力がかかってそれを面倒くさがってるだけだったんですよね。あでもそれすごくわかりますね。これ僕もわかるんですよ、うんうんうん、デザインの仕事で、うんうんうん、そう最初振るのが面倒くさいから、うんまあ、これぐらい自分でやっちゃえみたいな、はい、結局ちょっと考えて振った方が、うんうん、そう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 、はいまあ、圧倒的に早かったりとか持ちは持ち屋なんですよ、はい、ちゃんとまあいらんところまで頼るとあれかもしれないけど、はい、そうですね、うん、でもなんかまあ練習ですね。練習はあると思いますよね。最近もう何回も言ってますけど、うん、秋元康は3000曲作った、うんうんうん、からそうすると何曲か2、3曲の神曲がある、うんはい、だからまあ秋元康は言うらしいです、うん、どうやったら売れるようになるんですか、うんうん、3000曲書けよって、うん、山田玲司も言ってましたもんね。言ってる1万作1万作じゃないや没の数ですね。そうそうそう、はいうん、とにかく書いたらいいよってまあ強いですよねそういう人はね、うんうんはい、もう最近僕山田玲司ばっか見てます。山田玲司面白いですもんね。めちゃめちゃ面白いです、うんうんはい、今年カオル君新しい職場に僕と同じ日に来た A 君がずかずかと先輩に質問できるのを見て、うん、羨む劣等 F E な。それはでも僕もできないですからね、苦手で。ずかずかいける人いるじゃないですか。いる、うん、いる、うん、僕ね、うん、ずかずかいけないですよ。わかります、気を使いますもんね、こう、うん、見えて僕はずかずか全然いかないですからね、うん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 、でこう見てるこっちがちょっとヒヤヒヤするみたいな。あはい、分かります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 。あちょっとそんなに読め読め読めと思いますよね思うじゃないですか、はい、でもそれでさらっとあこれはねみたいな。そうなんですよ、そうなんですよ、まあ、得だなみたいな思ったりはしますもんね。僕は多分 ESFJ じゃないな多分、うん、ENFJ だと変わる。でも ENFJ も結局外交感情なので、うん、うんうんうん、あ外交感情ですよね、はい、P じゃないですか。ちょっと分かんなくなってきましたね、がぜんがぜん分かんなくなってきました、はい、ただねこれがねじゃあ、うん、公式セッション受けたときに、うん、一緒じゃないかなとは思いますけどね。あ結局ね、結局、うん、結局また迷うってことですね、うんうん、じゃあまあ迷うのを楽しめってことですよね、うん、まあ苦しんではないですからね、楽しんでますからね、いいんですけどね。僕はもうこれエニアグラムと違って気が楽なのは、うん、もうユングさんが言ってますもん、うん、変わるよってその時の座標だよってうんうん、うん、だからもう OK だと思ってます、うん、で河合駿さんが言うんですよ、うん、人は分からんもんですなーって結局分からんのですよ、はい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 、分からないんですよ、分からないんですよ、うん、逆に外交感情にずかずかタイプはそんなにおらず、なるほど、飲み会や調整で丸く収めるのが上手な印象です。なるほど、まあ、そんな感じはしますよね。なるほど。でもちさんがね、二等兵さんが N っぽく見えるときは、うん、ESFJ の代替機能の直感かもしれませんと、本当に N 型かもしれませんがと、うん、まあみんながハッピーならそれが正解ですよねとまあみんながハッピーは多分ないんでしょうね。まあ、うん、ないが、でもこういう考えるのを楽しみましょうぐらいの感じじゃないですか。まああります、うん、はい、うん、でまあ悩んだって僕の場合はもうこの波なので、そうこう自分のことを、はい、例えば ENFJ、はい、ESF って思ってても、はい、ESFJ って思ってても、はい、自分は変わらないですもんそうそ う, そ う, もう毎日が来るだけ。そう。それはまあ辛くもあり、うん、ありがたいでもあります、うんうん、あの歩かなきゃいけないから、まあ、ちゃんと来ますからね、はい、歩かされる、はい、うん、毎日が来るから歩く、うんうん、というところで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。